はい、どうもヤミです。今回は F2L の13番と14番の解説をしていこうと思います。 F2L 手順チェックシートは動画概要欄にリンクを貼ってますので、そちらから印刷していただいて覚えた手順にチェックをしたり、手順のメモを取るなどしてご活用くださいませ。はい、それでは13番から解説していきます。はい、13番の形なんですけども、コーナーパーツ見てもらったら分かるんですが、白が上向いちゃってる状態のままあって、でエッジパーツがここにあると、まあ、こういう風にずれてたりとかしても、このエッジパーツの前の色と合わしましょう。はい、合わせた時にこのコーナーがどこにあるかによって手順が変わります。入れたいところを手前に持った時にコーナーパーツが奥側にあります。これがこっち側にある時もあるので、これと間違わないようにしましょう。今は奥側にあるこの状態での手順です。それではいきます。この向きで持ちましょう。これは EO が合っている状態です。ここのセンターの色とエッジパーツの上の色、こことここが合っている状態。なので別にこっちでもいいんですが、この向きで持つと少し手順がややこしいので、まずはこっちからやりましょう。ではいきます。まず R、U、R プライム。もうこの段階でここにペアが来ています。これを入れるだけとなります。U、R、U プライム、R プライム入りました。もう一度やってみましょう。このまま R、U、R プライム、そしてこのペアを U、R、U プライム、R プライム入りました。はい、そしてこの形の裏からやる手順も覚えておきましょう。はい、さっきと形は何も変わってないんですが、裏になっただけです。このペアをここに入れます。はい、ではいきますね。今度はここに入れるので左側を動かす感じになります。ではいきます。この時左手の親指を上側に回しておくとやりやすいです。いきます。 L、U、L プライム、この時にペアがもうできています。これを裏側で入れるだけです。 U、ここにあります。 L、U プライム、L プライム入りました。はい、ではもう一度いきましょう。左手の親指を上に回して、このまま L、U、L プライム、U、そしてこのペアを裏側で入れます。 L、U プライム、L プライム入りました。はい、次は14番の手順となります。で、さっきの13番はコーナーパーツが奥側にありました。入れたいところを手前に持った時に奥側っていうことですね。で、今回の14番では入れたいところを手前に持った時にこのコーナーパーツが手前にありますよね。はい、これが14番です。では行きましょう。さっきの13番と持つ向きは同じです。EO が合っている状態です。では行きます。R、U プライム2、R プライム。そしてここでペアになりました。U、R、U プライム、R プライム。入りました。はい、簡単に説明しますと、さっきの13番はコーナーがここにありました。で、R をした後、U でこのコーナーをここに持ってきてひっつけてるんですね。そして戻してきてると。だからペアになったと。で、そのまま入れただけなんですが、今回の14番も同じで、R した後、このコーナーをここまで持っていってるだけです。U プライム2、ここで揃いました。で、戻してくると、このペアになっているので、これを入れているだけです。はい、ではもう一度やっていきましょう。R、U プライム2、ここで並んでいます。で、R プライムで戻してきて、このペアを入れます。U、R、U プライム、R プライム、入りました。はい、ではこの14番の裏側で入れる手順も覚えておきましょう。これも13番の手順で裏側でやった時と大して変わりません。はい、つまりこのコーナーとエッジパーツをひっつけて裏で入れるだけです。ではいきます。左手の親指を上側に回しておきましょう。このまま L、U プライム2、そしてここでペアができています。 L プライム、U、 そしてここにできたペアをここに入れるだけです。 L、U プライム、L プライム入りました。ではもう一度いきましょう。 L、U プライム2、 L プライム、 U、 L、U プライム、 L プライム入りました。はい、でこの2手目の U プライム2を、これですね、これを U2 にしてもできるので、どちらでもやりやすい方でやりましょう。こう持って L、U2、L プライム、U、L、U プライム、L プライム、これでも全然できます。
はい、それでは13番の別の角度からの手順も紹介したいと思います。先ほどはこの角度とこの角度からやりました。今回はこの角度からいきたいと思います。この角度からやる場合はこのペアを U2 してここに持っていってスタートします。ではいきます。 LW プライムで左2層を上に上げます。はい、そして ULW で戻す。その時にもうペアがここでできてますね。これを U2 で手前に持ってきます。はい、あとは LW プライムで上に上げて U プライム LW で下げる。入りました。はい、もう一度いきます。 LW プライム U LWU2 LW プライム U プライム LW 入りました。はい、今やったこの手順なんですが、後々紹介する38番の形になった時の手順とほぼ同じ動きをしています。これは全然違うように見えるんですが、この時って L プライム U L、 そうすることによって同じ形になります。同じ形になったら同じことをするだけです。 LW プライム ULW、 そして U2 で持ってきて LW プライムして U プライム LW と、はい、この形については38番の解説の時に詳しく説明しますが、この場合はこれで入れることができます。それと同じことをしているだけです。つまり今回のこの形は同じです。はい、では13番の反対のここで入れる手順も紹介したいと思います。このペアをここに入れます。この時開始位置はこの状態でスタートです。はい、ここにあるこのペアをここに入れる感じですね。ではいきます。また2層回しの手順です。右手の親指を上に回しておきましょう。このまま RW プライムをします。そして U RW で上に戻すとここでペアができます。そしてここにできたペアを U プライム2で裏側に持っていきます。ここですね。そして RW プライム U プライム RW 入りました。はい、もう一度いきます。ここにあるこのペアをここに入れます。まず右手の親指を上に上げてこの状態から RW プライム U RW、 ここでペアができるのでこれを U プライム2で後ろに持っていって RW プライム U プライム RW 入りました。はい、それではこの14番の形の違う角度からの手順も紹介したいと思います。まずはこのエッジの正面を向いたこの状態からの手順を紹介したいと思います。開始位置はこの位置でよくてこのまま行きます。まず L プライム、そして U、 この U でこのエッジをここに持ってきました。このまま L2 をします。そしてスレッジハンマーを行うような感じで F プライム L プライム F、 そしてこのペアをここに持ってきます。そして L プライム U L 入りました。はい、もう一度行きましょう。 L プライム U、 ここで L2 をしてスレッジハーマーを行うような感じで F プライム L プライム F、 そして目の前に現れたこのペアですね、これを L プライム U L と入りました。はい、では次は今やった向きの反対、こちらから入れる手順となります。この向きからの手順はですね、まあ、効率はいいけどちょっとやりにくい手順と、効率は少し悪いけどまあまあやりやすい手順、その2種類を紹介したいと思います。まずこの向きからの効率がいい方の手順なんですけども、開始位置はここです。この状態にしてからこのペアをここに入れる感じですね。ではいきます。右手の親指を上側に回してこの状態のまま R プライム U プライム F プライム、ここでプッシュで U ですね。左手の人差し指で U をします。そしてこの次に F2、 この時にリグリップして持ち替えて R プライム F プライム R2 入りました。はい、ではもう一度いきますね。 R プライムをして U プライム F プライムの後に押し込みプッシュで U をします。そして F2、 ちょっとリグリップして R プライム F プライム R2入りました。はい、今の手順は8手でできるのでなかなか効率がいいんですが、非常に回しにくいので、それだったら今から紹介するもう一つの方が、まだ手数はね13手で多いんですけども、少しやりやすいと思います。それかもう持ち替えてしまう方が早いかもしれません。はい、次の手順はこの位置から行います。ではいきます。2個下げのスレッジハンマーをやるような感じです。いきます。 R プライム2
F、R、F プライム、R と。そしてこの時にもう EO の状態が反転して変わっていって正常になっているので U プライムでここに持っていきます。この状態になったらよく見るとこの F2L に変化しているのでこのまま R プライム、U プライム、R、U、R プライム、U プライム、R 入りました。はい、ではもう一度行きましょう。このままですね、スレッジハンマーの初めの R プライムを R プライム2にするような感じで R プライム2 F R F プライム R で U プライムでここに持っていくとこの形になっているのでこのまま R プライム U プライム R U R プライム U プライム R 入りました。はい、今の手順でもできますがこういう EO が違う系は正直持ち替えてこうやって入れた方が早いと思います。はい。まあ、どちらでも自分がやりやすい方でやりましょう。